皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は最近私がチャレンジしたことについて話をさせていただきます。昨年の1月からの挑戦ですが、 YouTube 動画投稿をしています。昨年1月の時点ではパソコンも全然わからず、知り合いの方に手取り足取りパソコンを教えてもらい、4月末にはどうにか一人で YouTube に投稿できるようになり、良かったと思っていたのでもつかの間、今度はパソコンでメールをしたりとかするのにしたことがないので、文章を作るのに時間がかかり、イライラの毎日でしたが、それもなんとかできるようになると、日々の YouTube 投稿のことが頭の中にいっぱいになり、気分的にも大変な時期もありましたが、1年経ち、最近ようやくゆとりを持って投稿できるようになり、ほっとしているところです。以上です。ありがとうございました。